東京オリンピック・パラリンピックを巡る汚職事件、皆さんはご存知ですか広告大手 A 議の前社長、上野慎一氏が贈賄の罪で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けました。なんと、大会組織委員会元理事に対し1400万円のイルを渡していたとのこと。これは、コンサルタント料という名目で支払われていたそうです。上野氏は法に触れるという認識ができなかったと陳謝していますが、これは本当に納得できる言い訳でしょうか私は思います。社長という立場であれば、法律に触れるかどうかを判断する能力は必須だと。 それはできないのであれば、その地位にいる資格があるのか疑問です。そして、この事件について東京地裁は、大会に汚点を残した、と非難しました。これは、スポーツの祭典であるオリンピックに対する重大な配信行為であり、私たち視聴者も同様に感じていることでしょう。最後に、上野氏は、気にすれば交流が長期化するという刑事司法の厳しい現実を身をもって体感し、交流されながら裁判で争うことを穴見の精神力では、現実的には非常に厳しいことを痛感しました、と述べています。これは、自身の行為を反省し、真摯に受け止める姿勢を示し 示しているとも取れますが一方で自身の行為に対する責任を全うするためにはどんな困難を乗り越える覚悟が必要だと私は思いますそれは社長という立場にあるものの責任ではないでしょうか